ちゃん可愛いよ。
始まりましたね。イエーイ、ゆかちゃんお誕生日おめでとう。かわいい。かわいい。かわいいね。いや、なんかさ、すごい最初の頃を見てたからさ、最初の頃すごい緊張してるなみたいな顔だったの。本当に不安そうな顔だったのに、今ではめっちゃいい笑顔してさ、ステージのさパフォーマンスしてるから、めちゃめちゃ成長したなと思って。でなんか歌とかも震えないで、もう堂々とね歌い切ってるとこも見て、本当に成長を感じられるなと思って、いつもね見させてもらってるんですけど、可愛いメイちゃんもね。いやね、皆さん今日ね長丁場だと思うんですよ、思うけど、皆さん休憩なしで頑張って、みんなちゃんと最後まで思いっきり声を出してね、分かった？ちゃんと声出さないとね。もうなんか一発目からめっちゃ荒らされたんですけど私は。でもね、今日はねゆかちゃんがね本当に幸せな誕生日だったなって思ってもらえるように、皆さんでいっぱい最後まで盛り上げていきましょう。わかりました？はい。はい。この後ですね、私平行物販になります。平行物販した後にね、晴れとねレッスンがあるので早めに物販お願いします。晴れまでの晴れの出番前にレッスンがあるので、早めにお願いします。そしてその後にまたゆかちゃんセンター戻ってきて、晴れでもたくさん盛り上げていくので最後までよろしくお願いします。で次で最後の2曲になりました。後で覚えとけよ。告知をしてなかったね。告知は次のライブですね、11月19日、ゆうちゃん、5周年記念、あとお誕生日ライブあります。こちらの方にね、こちらの方にピリとフルさんもいるので、ぜひぜひ今日見に来ている方もぜひ見に来てくれると嬉しいです。そして11月の25ですね、ゆんちゃんバースデーワンマンがありますので、そちらの方も初めてピグスティさんにての生誕なので、よかったら見に来てください。初めましての方はそちらワンマン無料になっておりますので、初めてじゃない人もおるやん。それではね、最後2曲ですがね、1曲はゆかちゃんがリクエストの曲を歌わせていただきますので、皆さんでいっぱい盛り上がっていってくれると嬉しいです。それでは最後の曲聴いてください。私の残り1曲です。ちょうどいい、君にも色々
でした。